えー、実はですね、えー、非常に北海道が暑いっていう日が続いておりましてあのそのことで質問を受けますので、えー、ここでお話しておきたいと思います。例えばですねあの 大阪でだいあのこの梅雨入りの前後でですねだいたい日中が20度から25度ということで、まあ、大阪にしたら少しまあ,あの過ごしやすいなっていう感じその時に北海道でおまけにおほうつくっていうのは5月ぐらいまでね流氷が見えたところですよそこでですねなんと35度を超える、えー、37.7度というですねものすごい 高温が続いいてるわけですね大阪が23度、えー、北海道のオホーツクで37.7度でこれはなぜかということをお話しします。でフェーン現象というのはですねあの実は空気がですね山をこう登っていく時にはあの冷やされて湿度が高い場合には雨が降ってで乾いた 風にになった時に今度吹き下ろしてくるその山をこう越えてくるわけですねそれはもうどこでも常に起こることなんですがその時にですねフェーン現象というのはあの湿った空気が山を登る時には100メートルあたり0 5度ずつ温度が下がるんです。 ちょっと覚えててくださいね。100m 上がるごとに 0.5°C 度温度が下がりますで下がるとあのなんていうか水蒸気がね花峰湾になって雨が降るわけですねあの登る時にねそしてあの上がりきった時にあの乾燥してますからその乾燥した空気が今度山を、えー、降りて向こうに行くわけですでその乾燥した空気があの下がる時にはですね 100m あたり1度温度が上がります これ、大変なことですね <laughs>。で、ということはですね。 例えばあの今具体的には実際には中国からですねあのかなりも熱い空気がこう流れるようになってるわけですけど例えばあのその空気がですねオホーツクは何があるかというとひあの日高山系というのと、えー、大雪山系ということでだいたい2 0 0 0ルの山が並んでるわけですね。2 0 0 0ルの山を上がるとですね、えー、とだいたい 0.5×20 ですから、えー、10度温度が下がるわけです。でところがですね今度 あの乾燥してますから下がる時にですね、えー、その倍の温度が上がるわけですねですからここから10度下がって乾燥したのが降りるとですね20度上がっちゃうわけですねですから元の空気がただただ同じ温度の空気がこう来てるだけで10度下がって20度上がるということでですね丸々10度温度が上がるわけですねつまり大阪よりも10度温度が上がってしまうというその通りのことが起こっちゃったわけですね。 でこれがフェーン現象と言ってもう非常に暑いもう、えー、猛暑日が今あの今というかなあの続くわけです。ということで是非知っておいてください。